飲食チェーンの海外進出が進む中、大手回転寿司くら寿司の中国大陸1号店が今日上海市にオープンしました。12時5分前です。今中国大陸1号店開店しました。大勢のお客さん、これ関係者がほとんどだということなんですが、店内へとなだれ込んでいっています。くら寿司が中国大陸初となる店舗を上海にオープンしました。その店内はケースに入った寿司が回るレーンも、タッチパネルを使っての注文方式も日本と全く同じ。座席数は220とかなり大型の店舗となっていますが、カウンター席とボックス席がある点も同じ。店員たちが練習する挨拶も、そしてくら寿司といえばあのシステムも、皿5枚で1回くじができるビックラポンまで同じです。子供に受けると思う。私の子供は景品が当たるようにどんどんお皿を取るようになると思う。一方で日本と異なる点も。上海では1皿12元、およそ240円と日本の店舗の115円と比べ2倍の価格となっています。この店が今日オープンで日本で有名だと友達から聞いたことがある。おいしい、食材が新鮮で食感もいい。こちらのお客さんたちのテーブルに大量に乗っているのは、ほとんどがサーモンに見えます。中国の特徴として寿司の中でも特にサーモンが好きだということで、店では上海限定のサーモンのたたきも用意しています。客単価は日本の店舗の2倍を想定しているという上海のくら寿司。上海では9月までに新たに2店舗、今後10年間で中国大陸で100店舗を目指すなど出店を急いでいます。さてここからは記者解説です。大手回転寿司チェーンくら寿司が中国大陸に1号店をオープン。なぜ中国なのか、海外進出の背景などについて ANN 上海支局高橋大作支局長に今日はその上海のくら寿司から解説をしてもらいます。高橋さん、オープンしたお店にいらっしゃるということですが、はい、お店どんな状況でしょうか。そうですね、6時間前、現地時間の12時にオープンしまして、今ちょうど夕方の6時ですのでかなり混み合ってきました。ただですね、ちょっと日本のテレビ生中継驚く方がいらっしゃるということで、ちょっとね全体の風景をお見せすることはなかなかできないんですが、声聞こえますでしょうか。日本語のいらっしゃいませというような掛け声だったりとか、結構日本語が飛び交うような、本当にまるで日本にいるかのような、そんな錯覚すら覚える状況です。高橋さん、中国のお店ですけど、そういう挨拶っていうのかな、いらっしゃいませとかっていうのは日本語でやってらっしゃるんですか、店員の。そうなんですよ、今日ね伝えたいポイントっていうのがこちらなんですけど、本当に何と言いましょうか、今回のくら寿司の中国大陸1号と日本との違いっていうのが、もう一言で言うとこうなんです。もう味や見た目は丸々で、でも中身は四角四角と。これはどういうことかと言いますと、実はもう味や見た目はシャープドウ、これ中国語でほぼ一緒、シャープドウ、差は多くないと、ほとんど一緒なんですね。それでも中身プー飛んだ、ちょっと違うところ、異なるところあるよというところで、本当にどこよりも詳しくお伝えしていきたいんですが、はい、本当ですね、味やサービス本当に似通っていますし、その、うん、あえて日本流を持ってくるということを売りにしているんですね。で、実は私は学生時代に独立系回転寿司でアルバイトをしていて、そこでオープニングスタッフをしていたと
という経験があるんですが、昨日ですね、そのオープニングスタッフの皆さんが研修を受けているところっていうのを見たんですね。本当にですね、まあ、日本語でああいう挨拶の練習をしたりして、そしてこうマスクを皆さんして接客をしているんですが、マスクの下はマスクだけどスマイルでいてくださいと。それがこう顔全体にサービスに現れるので、スマイル、そしてスピーディーに動いてくれと。そして、お待たせいたしましたとか、ありがとうございました、いらっしゃいませっていうのは日本語で言おうと、日本を感じてもらおうという指導が、なされていました。で、本当にですね、なんというか士気が高いですし、ものすごく本当に接客がまるで日本にいるかなというような状況だったんですが、で、はい、このようにですね、いわゆるくら寿司さんではおなじみのこのカバーもかかってるんですね。でも実はですね、中国の回転寿司たくさんあるんですが、こうやってカバーをかけること、中国の回転寿司では法律で決まっているんですね。どこの回転寿司でも実は中国ってカバーかかってるんですよ。ただこのくら寿司さんのこのカバー、名前鮮度君、鮮度君というんですが、これはちょっと違うと。例えば、こちら、はい、こうやってふっと上げますと勝手にカバーが上がってくれて、そのいわゆる中国のお店ではカバーを自分で取って、食べるんですが、そのカバーを取る、触る必要がないと。これ店員さんもカバー触らないし、お客さんの方もカバー触らないということで、まあ、清潔感が保たれるというところが、これ日本独自のシステムだということで、今回も売りにしたいというふうに話していました。でちょっと違うところ、これ日本にもあるのかもわからないんですが、はい、お箸だったりお醤油がですね、パッと見たところテーブルにはないんですけれども、ここをですねパカッと開けますと、こんなところに、お箸とそして、お醤油だったり、お茶ですね、粉末のお茶があって、こうやって閉めると非常に小スペースで、楽しめるということなんですね。でこうやってお醤油をかけ持って、で、はい、大作さん、それは何ですか。あ、食べちゃう、エビかな。うん、これは大人気サーモンのチーズのせ炙り美味しいです。本当にね、こう、回転寿司が美味しいっていうことは皆さん知ってると思うんですけど、こうやって中国に駐在していると本当懐かしいなというか、日本の方ではおそらく感じられないほどの喜びを私今感じていると。ちなみにお茶なんですけど、こう開けましてスプーンですくんじゃなくて、こうやってふりかけのようにこう、最近ね、日本でもそういうのありますね。そういうシステムになってきますね。あ、そうなんですね。で、これはまあ同じですよね。こうやってじゅーっと。あ、いいですね。はい。お茶飲みましょう。お茶はね、日本のものを使ってるみたいで。ああ、美味しいなというところで、本当に今日オープンからずっと取材をさせていただいているんですけど、はい、まるで日本に帰ってきたかのような錯覚を覚えるんですが、ちょっとでは解説もしていきたいと思います。すごいんですよ、やっぱり日本のチェーンが中国に進出する理由、うん、ものすごい市場があるんですが、中国の大陸の外食市場、レストラン市場というのは 4.7 兆元、日本円にしておよそ94兆円と言われているんですね。もう100兆円に迫るような大きな市場であると、ここをなんとか取りに行きたいということで、今回くら寿司さんもやってきました。でさらにですね、やっぱり日本食のレストランというのが本当に急増をしています。2013年には日本食のレストラン、中国大陸全体でおよそ1万店だったんですが、2019年、これコロナの前の時点で 6.5 万店と急増していたという事情がありました。でくら寿司さんって実はですね、日本のお寿司チェーンではかなり後発組なんですよね。上海でもたくさんお寿司チェーンっていうのはすでに進出はしているんです。でここ最近、おそらくコロナが終わった影響もあるんですが、どんどん新たにお寿司チェーンっていうのが出ているような状況で、ちょっとご紹介しますと、これ上海にもあるんですが、こう日系で言いますと元気寿司、はま寿司、合点寿司、そして2020年、もう本当に最近、南の方、
広東深圳を中心に、本当にお店を増やしている、業界最大手スシローですね。でこれもちろん人気なんですが、こういわゆる大陸系中国で作られたローカルチェーン N ドゥオ寿司、これですね、本当に安い、いわゆる出前寿司なんですが、むちゃくちゃ安いので2000店舗ぐらいあります。さらにこういうセンムールであったりとか、総選というような、台湾系のお寿司屋さんだったり、まさにですね、こう群雄割拠というかお寿司の戦国時代、そこにくら寿司さんようやく、参入をしてきまして、いきなり上海に3店舗、そして10年間で100店舗を目指すという目標を掲げてやっています。なるほど。タカさん、同じね、日本とシステムだったり味っていう話ありました。さっきVTR の中にもあったんですけど、やっぱりくら寿司といえばビックラポンだと思うんですけど、これもあるんですね。そうですよね、これもですねあるんですよやっぱり。ということで、はい、あらかじめ先ほど食べたお皿と合わせまして5皿用意しております、はい、では実際にどんなものなのかやってみたいと思います。5枚入れるとビックラポン、その辺も一緒なんだ。ここが増えてきますね。2枚、3枚、4枚、さあモニターご注目ください。5枚目、いきます。できた。抽選が始まりました。ビリヤード、日本語なんですよ。その下にねこうやって中国語もありまして、さあさあビリヤードどうなるか。さあ当たるかな、当たるかな。9番ナインボールが入った。お、お当たった。当たりましたね。当たりました。当たりましたよ。ということで当たりますと、この上にあるビックラポンから玉が出てくるかな。ここからもう完全に日本語出てきた。うわすごい、当たりました。嬉しい。当たりました。何が当たりました。これねなかなか当たらない。あ、中身ね、あ、何でしょうね、ちょっと、よし、お、あ、なるほどなるほど。これはですね、ちょっとすいません、破りますがビニールを、こんな、まさに仙道くんのエビ、ああ本当だ、エビちゃんキーホルダー、はあ、はい、これがですね今の商品で、このようなラインナップになってまして、エビの他にサーモンだったりマグロだったり。あるいは特別賞として、これは中トロですね、一貫の中トロがあるということなんですが、これね大西さん、これ笑えないんです。実はビックラポンってものすごくて、くら寿司は台湾でもですねもう50店舗近く営業しているんですが、これ台湾で人気を博したきっかけがこの実はビックラポンでして、こう季節ごとにいろんなお土産を出していくと、いろんなものが当たる。でその中には台湾でものすごく、なんというかヒットしたのが鬼滅の刃コラボっていうのが、これ日本でもあったと思うんですが、ありましたね最近ね、景品が鬼滅の刃とコラボしたものだというところであったりとか、日本未発売のキャラクターであったりとか、そういったものとコラボをして、でなんとかこれが欲しいということで お店に通う、そして、5の倍数たくさん食べて帰るということが続出したということなんですね。で中国本土でも今はですねこちら日本でも買えるようなお寿司のキーホルダーなんですが、いつかはお店が増えてきたら中国独自のビックラポン、大陸独自のビックラポンっていうのを、一つ、人気の起爆剤にしたい、そんな戦略も話していました。高橋さん、今コメント欄ではですね、そのビックラポンがまさかの当たりだっていうことで、はい、マジかっていうふうなコメントだったりですね、皆さん仕込みだ仕込みだっていうふうに言われちゃってるんですけど当たらないですよね。ビックラポン私もですね実際驚いてます。で当たらなかった場合に、あらかじめ用意した別のビックラポンっていうのも我々一応プロなんで用意してたんですよ。当たらないだろうなと思って、用意していまして、当たって本当にびっくりしました。ちなみに、事前に用意していたビックラポンは、はい、こちらですね、卵、あ、卵なるほど、卵焼きビックラポン、これをあらかじめ、あ、で、こうなかなか当たらないんですが、当たるとこういうものが出てきますとお伝えして、今のお話に展開をしようとしていましたが、我ながら持っているなというふうに今感動をしているところでございます。間違いなく持ってます。ただね、はい、高さん、同じところこうやってたくさんあるっていうのは分かりました、はい、でも違うところもあるんですね。
そうなんですよ。実は、日本と中国で人気のお魚っていうのがちょっと、違います。もうちょっと時間ありますかね。注文しましょうかね。まだ大丈夫ですよ、はい、実は握り寿司っていうところをポンと押すと、人気のメニューがいっぱい出てくるんですが、1ページ目に出てくるのがサーモン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 、サーモンがとにかく一番人気なんですよね。で、その中でも上海限定メニューっていうのがあって、それがこちら、これサーモンのたたきというメニューなんですが、これちょっと今注文をしました。放送時間が許すならばここにやってくると思うんですが、サーモンのたたき、これ日本では未発売のもので、日本ではですね、一旦ネタを切って、シャリの上に乗せてバーナーで炙る、炙りという商品があるんですが、たたきはですね、こうブロック柵のまま焼いて、そして、サーモンのたたき、来ましたね、ちょうど、すいません、こちらですねこのように表面だけをこう柵のまま炙って、中は生というようなことで食べられる、これが中国上海の今のところ限定メニューとなっています。でこれはですね、やっぱサーモンがとにかく人気ですので、サーモンの種類をとにかくたくさん増やして、全種類をこういっぱい食べてもらおうと、来店のきっかけにしてもらおうということで、中国をマーケティングした結果の商品だというふうに聞いております。これがね、うん、美味しいんですよ。本当になかなかね、日本でもないようなメニューで、サーモンのたたきって確かにね、やっぱカツオとかではありますよ。そう、カツオのたたきみたいな感じですよね、うんうんうん、いただきます。うん、香ばしさがちょっとまた炙りとは違ってさっぱりと美味しいというような、すいません、しょうもない食レポを差し上げまして、とんでもないことでございます。一番の違いが値段です、うん、やっぱり値段が違います。VTR でもちょっとご紹介したんですが、はい、日本では今一皿が基本的に115円というのが、くら寿司さん、こちらはですね、12元240円です、倍です。ですので日本円に換算しちゃうと、3人で1人7皿ずつぐらい食べるとだいたい5000円超えちゃうというぐらいではあるんですけれども、中国の方、上海の方からすると一皿12元というと、まあお安いなと、これぐらいだなというような、安心な価格設定というところで、いろんな回転寿司があるんですが、高すぎず安すぎず、ある種ちょうどいいというような価格設定になっています。でやっぱりですね、くら寿司さんも日本国内での、いわゆる売り上げっていうのは非常に今厳しい状況なんだそうです。コロナ禍、原材料の高騰というところがありました。で海外の売り上げっていうのはすごい伸びてるんだそうです。で今後10年間で今海外店舗っていうのを400店舗に伸ばす、その400店舗にするための一番重要な場所がこの中国大陸の店舗だということです。高橋さん、こうコメント欄でもいろいろと、コメントも来てるんですけども、皆さん美味しそうだなっていうのなんかがあったり、今美味しいです、サーモンのたたきが来たのも仕込みだろうっていうふうなコメントもありました。そこも含め高橋さん持ってるねというふうなコメントもありましたが、今ね、カメラマンがね、ちゃんと今来てますよって指示してくれたので気づいたんですが、我ながらちょっとゾクッとしました。で去年ね、ちょうどまさに去年の4月頃こうやって中継をさせてもらって、私お肉がないというふうに大西さんと一緒にロックダウンの中継をしたんですが、実はですね、ここの上海店の店長というか総代表、総経理の人がその中継見てたんだそうです。時ずっと見てましたと。はい、で実は2020年にこの店舗をオープンするはずだったんですが、一旦計画が延期になって、これからどうしようという中でこう不安の中で見ていて、本当ありがとうございますって言われて、いやいやそんなこちらこそって言ったんですが、実はロックダウンの影響でたくさんの上海の飲食店というのは入れ替わったんですね。かなり営業厳しくて閉店してしまったというところもたくさんありました。で今こちら上海のくら寿司が入った店舗というのは本当に食の激戦地、180ぐらいの、もう100店舗以上の、飲食店が入るショッピングモールなんですが、ここの店舗っていうのが空いて、新たにくら寿司がある種、お手頃な値段で入居できたのも、もしかしたらロックダウンで入れ替わったからと、非常にきつかったけども、そういう巡り合わせもあったんだという話もしてました。いや本当に日本の店舗がそのままというようなね、
中国大陸初進出くら寿司の寝ようというのを今日は高橋記者に伝えてもらいました。高橋さん、これでアベマに関しては仕事終わりになりますので、もしこのまま仕事終わりであればどうぞぜひ美味しいお寿司この後も堪能していってください。ありがとうございました。お腹空いてませんか？大丈夫ですか？こっちにもあればいいんですけどね。お腹は空いてませんか？ありがとうございました。ぜひお寿司楽しんでください。はい、ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。アベマニュースキャスターの辻歩です。アベマならご覧の番組を無料で見放題。動画の続きはこちらをチェック。